よいしょおも大海賊ビッグマムシャーロット・リンリン登場ま,ま,まんま箱を開けると、あまた箱が紐を引っ張って、グイーよいしょよいしょよいしょこらしょ このパリパリっとした薄い紙で包まれたビッグママの箱綺麗ですねマンモマンマ,マ皆さん耳を澄ませて聞いてください気持ちいいああ、キャラが違いましたはいでは外箱から見ていきましょう マンマ,マンマゼウスとプロメテウスと一緒のビッグマムはやっぱ最強ですよね。こちらは底面のゼウスとプロメテウス。早く会いたい側面のビッグマム。炎と雷に魂を宿してますね。こちらは裏面の部分です。実際に一緒に見ていきましょう。はい、こちらはブリスターの中です。今ね、ちょっとビッグマムの顔が見えましたけど、 早く開封して会いたいですね。ママママはい、それではいよいよ開けていきますよ。このブリスターなんですけどね、とっても丁寧にね、あのー、止められていたのでね、開けるのにね、結構時間がかかってしまいましたよ。はい。あ、ちょっとずし。結構重いですね。ちょっと待ってくださいね。力を入れて。よいしょ。 といけるかな。はい、よいしょっと。はい。うい、こんな感じで結構重かったです。ビッグマム、シャーロットリンリン、登場。マママ次はプロメテウス、登場。そしてゼウス、登場。 ゼウス、詳しく見ていきましょう。この可愛い帽子に花がピーンと伸びて、このね、エフェクトも柔らかいですよ。結構ね、曲がります。ねそれでね、裏を見ると、後ろを見るとね、ここに穴があって、あのー、ビッグマムの腕にね、取り付けることができます。よろしくです。お次は、プロメテウスです。 はい。お花もピンと伸びて、体がね、触るとね、柔らかいですよ。そしてここに穴があって、ビッグマムに取り付けることが、尻尾もね、柔らかいです。うん。はーい。エフェクトがね、柔らかくて。はい、いいですね。よろしくです。三人並んで、はい。いいですね。 はい。ビッグマムを全体ちょっと見ていきましょうかね。まずね、色彩がすごく綺麗ですね。陰影がすごかですね。プロメテウスの太陽の光が当たってる感じがして、あの、すごいキラキラ、あの、輝いてるように見えますよ。では、あの、プロメテウスを取り付けたいと思います。ここのね、穴の部分に、 指を入れて、パカンってこう取れるので、取って、で、よく見るとね、中が、あの、ビッグマムの手の形と一緒なので、そこにね、合わせていきます。ここをね、カチンと合わせて、それで、これで、あのー、蓋をするような感じですかね。カチンと音がするまで、ちょっと力を入れて、セットしていきます。ほういいですねまんままんま。まんま ゼウスんも僕も早く取り付けてって言ってるんで行きますよ。はい。同じようにここの穴に指を入れてパカーンと取ります。そしたらね、中にビッグマムの手形があるのでね、その手形に合わせてセットしていきますよ。はい。ここ合わせて。はい、そうですね。そう。合わせて。合わったら、そしたらもう一つのやつで蓋をするような形ですかね。はい。 パッカー行きますかうまくいくかしらはい。パカ。あ、いいですね。そしたら、カチンと音がするんでね。ちょっとグッと力を入れて。セット完了いいね、いいねまんままんまはい、三人揃ったところで見ていきますと、やっぱり二人がいないといけませんね。プロメテウスの炎がね、やっぱり照らしてる感じがして、すごく綺麗。ビッグマム。 美しいですよ。はい。では、ビッグマムをね、詳しく見ていきましょう。このね、拳のとこ見るとね、あの、全部の指に指輪がついていますね。力強い。それでね、ここの脇のここ、すごい陰影がこう入ってるでしょこの肉のボリューム感が感じられて素晴らしいですよね。そして、このお腹、ぽよん。 およーまん、あ、まあ、まん、あ、足元のエフェクトもね、すごく丁寧に作られています。このね、炎のこの光の陰影もしっかりね、表現されているんでね、すごく素晴らしいです。このタトゥーも可愛いかーすごく似合ってますよ髪の毛も丁寧に作られてますね。そしてこの黄色いマント。 光輝いていて、かっこいいです。もう片方の腕の方はね、ゼウスの色に合わせて、あの、塗装されていて、すごく丁寧に作られていて、素晴らしいですね。ビッグマムのお顔を見るとね、この下の先のよだれ食いしん坊なビッグマムらしい。 作りになっていて素晴らしいと思います。三角棒のナポレオンもねすごく丁寧に作られていますよ。<laughs> おともチャンネル。ビッグマムと言ったらカイト。 この二人が揃うと、海賊同盟思い出しますね。いや、迫力が違いますね。我が家の白ひげ POP ではないんですけど、リアルなサイズを考えたとき、一番合ってるのかなと思って、あのー、並べてみました。いやー、かっこいい。夢の共演ですね。最後まで。 ご視聴していただき、ありがとうございます。それでは次回、またねー。